ノンステップバスの例ノンステップバスの車内前後、車軸間に車椅子乗車スペースを兼ねた折りたたみ、座席が設置されるノンステップバスの中扉付近ノンステップバスとは、出入り口の段差をなくして乗降性を高めた低床バスの日本における故障である。国土交通省が認定する、標準仕様に基づいて設計されているバスを言う。 バス事業者や行政機関によっては、調停省バス、調停省ノンステップバスとも称される。国土交通省のノンステップバス標準仕様では、乗降時のステップ高さは 270mm 以下とされている。日本国内で市販されているノンステップバスは、エアサスペンションを採用することにより、乗降時に車高を下げて、 歩道との段差を少なくするニーリング機能が装備されている。国内に流通している大型、中型ノンステップバスのうち国産車においては2010年代半ばまで製造された車両では主に中扉の床下スペースから出し入れする引き出式スロープや取り外し可能な着脱式スロープなど様々な仕様が混在し、 大型ノンステップバスの量産初期モデルでは運転手の操作によって中扉の床下からスロープを自動で出し入れする電動式スロープも存在したが2010年代半ば以降に登場した車両からは各メーカーともに中扉の床を反転させて使用する反転式スロープが標準搭載される仕様に統一された小型ノンステップバスでは 着脱式スロープが主流となっており、大型連接ノンステップバスでは、日本国内に初めて輸入された、ネオプランセントロライナーを除いて、反転式スロープが採用されている。日本初のノンステップバスは、近畿日本鉄道が、日本初の2階建てバス、ビスタコーチをベースに1963年に導入した車両である。これは、ビスタコーチの2階部分を取り払い、 ホイールベース部を提唱、低唱ノンステップの客室としたものであった。車種は、日野自動車工業が、ボディは、近畿車両がそれぞれ製造したが、構造上ワンマン運転に対応できないなどの問題があり、これ以降の導入はなかった。その後、1985年に、三菱自動車工業が、初のワンマン運転対応の、本格的なノンステップバスを試作した。 同年にモデルチェンジした大型路線バスエアロスターシリーズをベースにして全中ドア間の床を 350mm まで下げノンステップ化を実現したトランスミッションとエンジンは通常のバスと同じ縦置きのレイアウトである高価であったため導入例は名古屋鉄道、岐阜乗り合い自動車、京浜急行電鉄の3社のみで1987年頃まで 製造された。その後、1994年に、名鉄向けとして、上記のノンステップバスの生産初期車が使用されていた、名古屋空港内循環車用の代替に1次が、追加製造されている。1997年に、三菱不装トラックバスと、日産ディーゼル工業が、本格的な量産大型ノンステップバスを開発し、販売を開始した。三菱は、 前年にモデルチェンジした二代目エアロスターをベースとして、立て置きのまま、エンジンとデフを、運転席側にオフセットすることにより、後部までの超低小エリアを確保している。また、車体後部にドアを設けて前後、扉仕様にも対応できたが、リアのホイールハウス間の床が非常に狭く、車椅子への対応が困難となるため、実際には前中後の3ドア仕様での後部ドア付きが、 ほとんどである。三菱では当初、ノーステップバスという名称を使用していた。日産ディーゼルは、従来の富士重工業 7EK ボディの UA シリーズをベースとして、ドイツの ZF から、前後アクスルとトルクコンバータ式 AT を輸入し、車体最後部にエンジンを直立横置きに配置することにより、後部までの超低消化を実現している。なお、 富士銃のバス車体仮想撤退に伴い、2003年以降は、西日本車体工業が、車体仮想を行い、この時構造が、大幅に変わり、三菱不走、二代目エアロスターに近い構造となった。従来の富士重製を F タイプ、西日本車体工業製を N タイプと呼称する。日産ディーゼルは、民生デーゼル工業時代にも、ゼネラルモーターズに習った UD エンジンを、 横置き搭載したアングルドライブの経験がある。1998年に、イスズ自動車とヒノ自動車の両社もヒデ富士獣に近い、車体最後部に横置きエンジン直立搭載の構造でノンステップバスを開発し、販売を開始した。イスズは当時のキュービックボディで、ヒノはブルーリボンボディでのノンステップバスとなった。z f a t の採用は共通だが、 リアアクスルは、イスズが、ハンガリーのラーバから輸入したのに対し、ヒノは、国産品を採用した。2000年に、イスズ、ヒノの、両車協路線バスボディのフルモデルチェンジを行い、キュービックが、エルガニ、ブルーリボンが、ブルーリボンシティに変更されたが、車体の構造面での変化は少ない。2017年に、イスズ、ヒノは、自家用、トップドアの大型バスとしては初めて、 エルガブルーリボンに自家用トップドアノンステップバスを設定した圧縮天然ガスバスは車体下部の前後アクスル間に燃料タンクを搭載していたため超低消化が困難であったが1999年から CNG 自動車の燃料タンクに関する保安基準が改正され屋根上に燃料タンクを搭載することが可能となったことから超低消化が進み 各社とも CNG ノンステップバスの販売を開始した。なお、CNG エンジンはディーゼルサイクルとは異なり、ガソリンエンジン同様のオッサイクルであり、エンジン音もガソリンエンジンとほぼ変わらない。その後、1九9九年から二千年に、日産ディーゼル、イスズの両社から、ワンステップバスをベースとした、全中期間のみが超低床のノンステップバスが、登場している。 これらと区別するため従来のノンステップバスはフルフラットノンステップと呼ばれることがある。初期車初期のノンステップバス車体後部のデッドスペースが大きいスズエルがタイプ部、山梨交通 C801 号車とタイピー、山梨交通 C746 号車との比較フルノンステップバスは全中ノンステップバスより車体後部のデッドスペースが大きいことがわかる。 初期の大型ノンステップバスは、ホイールハウスの張り出しや、エンジンなどがある、車体後部のデッドスペースが多く、在来タイプと比べて収容力の減少が顕著となり、ラッシュアワーには、ノンステップバスを使用しないバス事業者もあった。ホイールハウスの処理ホイール上の席に記載されている、高齢者などが座らないように求めている、注意書き後継者や中型、小型タイプも同様であるが、 各メーカーのバスともタイヤの寸法や配置に抜本的な改良を施せないまま床面高さを下げているため前輪のホイールハウスの張り出しが従来のバスに比べて大きいこの部分の通路が狭くなるほか前扉と運転席直後の前輪上に位置する座席はかなり位置が高くなり座る際にはよじ登るという感覚になるこのため バス事業者や車種によってはこの部分には座席を設けず、荷物置き場や燃料タンクなどにしている例もあるほか、最前列の座席のみ、シートベルトを設置しているケースも存在する。また、席を設置した場合であっても、高齢者や幼児などが着席しないように注意書きを掲示している事業者もある。現行モデルのイスズエルガとヒノ・ブルーリボンの自家用使用者は、 最前列が路線用と同じ一人掛けとなっており、補助席も装備されない。走行性能これは、ワンステップバスなどの低床バスにも言えることではあるが、床が低い分、最低地上高いコールロードが小さいことに加え、エンジンを搭載可能なスペースも少なく、高出力エンジンの搭載が難しくなるという問題がある。また大型ノンステップバスの場合、 構造上フロントオーバーハングが大きくなる。このためアクロや勾配の多いバス路線では使用できないケースも生じている。価格ドロップセンターアクスルをはじめとした特殊部品を多く使うため、平成10年代時点では、車体価格が従来のバスをベースにした三菱車で約2100万円、専用部品が多い日野車で約2400万円と、 大型ワンステップバスの1.5倍の価格となった。一部車種で輸入部品を使っている点もあるが、この価格が問題であり、公営バスを除くと事業者の負担のみでは購入しにくい。そのため各種助成制度が用意されており、通常のワンステップバスとの差額を行政からの助成金で賄い購入する場合が多い。なお、安価なノンステップバスということで、 別港の全中悲観ノンステップ車や中型ノンステップ車、中型長弱車へ移行していった。日産ディーゼル、G タイプ2ステップバスや1ステップバスをベースとしたノンステップバスで、日産ディーゼル UA は G タイプ、イスズエルガはタイプ A と呼ばれるモデルである。従来の大型ノンステップバスは高価であったため、西日本車体工業が安価な大型ノンステップバスを、 独自に企画し、1999年から製造を開始したノンステップバスである。イスズも2000年にキュービックからエルガイのモデルチェンジの際に車種に追加した。従来の日産ディーゼルとイスズのノンステップバスはすべてトランスミッションがトルコン AT のみであったため、MT ベースの安価なノンステップバスを求める声に応じワンステップバスの前扉から 中扉までを超低消化し、後部のエンジン周りは、ワンステップバスや、ツーステップバスと同じ構造を採用して、コスト削減と MT 化、高出力化を実現したバスである。また、超低勝負から、車体後部へは2段のステップがあるものの、その上は、フラットな空間が広がり、座席も5列が確保できるため収容力も大きい。日の自動車のみ。 ワンステップバスベースのノンステップバスを製造してこなかったが、日のイスズ両社のバス事業統合に伴い、イスズ自動車からエルガタイプ A をブルーリボン2として OEM 供給を受け、日のユーザー向けに販売を開始した。2004年に登場したブルーリボンシティハイブリッドでは後部を段上げ構造としている。これにより2005年をもって、 フルフラットノンステップバスはラインナップから消滅した。なお、三菱不走二代目エアロスターのは、フルフラットノンステップとこのワンステップバスベースのノンステップの中間的な構造である。そのため、当初からフルフラットノンステップバスを製造していない。2006年式標準仕様ノンステップバスイスズ、エルガウニュー賞は、ノンステップバスが蒸気のような理由で、 普及が父として進んでいない状況を踏まえ、各メーカーで仕様を統一して、より使いやすい、シティバスの次世代の標準型を模索することになり、標準仕様ノンステップバスの認証制度が2004年1月19日から開始された。2000年に大型4車は、先の、人に優しいバス技術検討委員会で示された、中長期モデルバスに範囲を取り、3扉、 前引く後扉間フルフラットのノンステップバスを試作した。ベースとなったのは、日野ブルーリボンシティ、すなわち後部横置きエンジンでトランスミッションはオートマチックという条件に決まった。しかし、実際の国土交通省認定ノンステップバス標準仕様の条件は、全中飛間のみが超低床のノンステップバスである。なお、 2004年1月以降に導入されたノンステップバスには、車体の正面、側面、コーブリーヤ川、認定標準仕様ノンステップバス国土交通省が表記されたバスの形をした青か緑かピンクのステッカーを重付している。さらに、2005年度基準を満たしていれば、緑色ステッカーのタイヤ部分に、例語が2015年度の 認定容量改正に伴う基準を満たしていれば、ピンク色ステッカーのタイヤ部分に15がつく。ボルグレンフルフラットバス2018年12月14日付で、都営バスより、同年12月25日より、フルフラットバスの営業運行開始が発表され、2019年5月時点では29両まで増備された。通路の段差解消に加え、傾斜を、 バリアフリー法及び関連条例で定める建築物の傾斜路の基準20分の1以下に抑えたフルフラットバスの導入はこれが国内初となる車両はスカニアのシャーシにオーストラリアボルグレン製のボディを仮装した輸入車で日本向けに車幅は2.49メートルに改造されエンジンルームを車体の背面へ垂直に配置することで段差を解消している 中型ノンステップバスは、現在 J バスのみが製造しており、各地のバス事業者に導入されている。中型バスは、大型バスに比べて、エンジンやトランスミッションがもともとコンパクトであるため、中型ノンステップバスでは、そのコンパクトな機類を車体後部にうまく収める、ことにより、大型ノンステップバスに比べ、デッドスペースが少なく、 ノンステップ化による収容力低下も大型バスに比べ少なく抑えられている。大型バスに比べて中型バスのノンステップ化は進まなかったが、1999年の平成10年排出ガス規制対応時に各社ノンステップバスをモデルに追加した。日野と三菱はエンジンを横置きに搭載して、 アングルドライブで駆動する構造を取ることで、リアオーバーハイングを短縮している。日産ディーゼルとイスズはそれまでのワンステップバスを改良することにより、全中飛間をノンステップ化している。その後、2004年の平成15年排出ガス規制対応時に、三菱不走は、従来の横置きエンジンの MJK から、縦置きエンジンの MKK に変更され、ノンステップエリアは、 全中飛沫のみとなった。前後して、日野もレインボー HR を直列6気筒の横置きから5気筒の縦置きエンジンに改めている。この中型ロングノンステップバスは、中型長弱車、中型10.5メートル車とも称し、中型バスの車体を伸ばして、全長10.5メートルと、大型車並みにしたバスである。そのため、車体断面は、 中型バスと共通で、全幅は2.3メートルである。この中型10.5メートル車は、外観的には細長く車高が低いことから、うなぎ、もやし、ダックスフントなどと呼ばれる。中型バスが、ベースのため、大型ノンステップバスに比べ安価で、大型ワンステップバスと、同程度の価格であるため、日の、レインボー HR を中心に、 全国各地のバス事業者で導入が急増し、大ヒットした。また車体が長い分ある程度の収容力はあり、大型ノンステップバスの代わりに使用される例も多いが、ホイールハウス間の通路が狭いこともあり、ラッシュ時の乗客流動は良くない。日産ディーゼルは、もともと存在した、ワンステップ中型ロング車 j p 系にノンステップバスを追加し、 日野もノンステップバス HR 系に中型ロング車の設定を行った。当初は日産ディーゼル、日野のみが製造していたが、2002年に三菱も参入している。三菱の中型ロング車は、従来のノンステップ車のエンジン横置きの MJ 系ではなく、エンジン縦置きのワンステップバス MK 系をベースに10.5メートル化したものであったが、 2008年に日産ディーゼル JP 系の OEM に切り替わった。エアロミディ s の生産終了後にエアロミディ m 系の生産が再開されたが、この際には10.5メートル車は設定されなかった。イスズでは中型ロング車を製造していないが、日野、イスズのバス事業統合に伴い、一時期、日野自動車から レインボー HR10.5 メートルの OEM 供給を受け、エルガ J として発売していた。エルガ J は2007年に供給終了し、HR 系そのものも2010年に生産終了している。以上の通り2011年までには、すべてのメーカーが製造を中止している。全輪駆動車種として駆動系を車両全部にまとめ、車両後方の客室を フルフラットとした小型ノンステップバスは、中型バスよりも小さく、狭い道にも入れるため、コミュニティバスに向いている。1997年に、西日本車体工業において、三菱、パジェロをベースに、後ろ半分を11人乗りノンステップの客室とした、改造車が試作されたが、量産に至らずに終わった。その後このタイプは、日本国内で生産されることがなく、 2000年頃から、横置き FF の低少商,商用車用車種をベースとした、クセニッツやルノー、オムニノーバーマルチライダーなど、欧州からの輸入により、日本各地で使用されるようになった。しかし、エアコンの故障多発など輸入車特有の不都合が多数、存在し、それらに応えるため、日野は、トヨタの仲介で、フランス PSA から FF 車種を輸入し、 日本で車体を製作したポンチョを発売したが、やはり電装系を中心としたマイナートラブルを払拭するには至らなかったため、2006年には自社のリエッセをベースとした横置きリアエンジンの小型ノンステップバスを発表し、ポンチョの社名はこちらに引き継がれている。また、中型ノンステップバスの車体を短くした中型7メートル車を小型ノンステップバスに加える場合がある。 三菱はこの市場でエアロミディ MJ7 メートル車をベースに全幅を2メートルに縮小したエアロミディ ME を2002年に投入した。現在7メートルリアエンジン車は J バスが製造するポンチョ1車種のみである。日本におけるノンステップバスの車両数は2000年時点で1289台、2007年には12216台と、 交通バリアフリー法制定の2000年以降の毎年、1000から2000台前後の導入傾向にあると言える。2013年には、全国で18,672台が導入されているが、前述の通り、車両購入に関わるコストが高いため、経営の厳しい地方のバス会社ほど導入が進んでいない。特に、東北地方では、車高が低いため、冬季に、 雪道で車体と路面が接触する恐れがあるというイメージから導入が敬遠された結果、青森県では全国ワーストのわずか0.8%、秋田県でも下から2番目の1.8%の導入率となっている。一方で最も導入率の高い東京都では75.1%となっており、都市部と地方での導入率に大きな格差が生じている。 実際、秋田県では自治体がバス会社に委託したコミュニティバスに小型車3台が導入されただけで、秋田中央交通が2010年2月に導入するまで一般の路線バスには1台も導入されていなかった。また、大都市圏であっても西日本鉄道は車内段差や収容力などの関係からメーカー純正ボディへ完全移行するまでは、 本格導入がなされていなかった。しかしながら、初期のノンステップ車はすでに10年以上経過し、大都市圏の事業者を中心に、経年廃車が発生しているため、地方のバス事業者は、こういった車両を、中古車で導入するケースが増えつつある。ありがとうございます。